皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。今日は私のホームページに性別に悩んでいる方からお悩み相談いただきましたので、お答えできる範囲でお答えできればなと考えてます。とここで本題に入る前に、じゃん、2月の26日日曜日お昼の1時から私のディナーショーをやらさせていただきます。もうダメだ、やり直さなくていい？前半1時間半は生演奏によるディナーショーで、後半の2時間30分はファンの皆さんと私でお食事交流を企画しております。レストランを貸し切りにして、最初ディナーショーやった後に目の前にあるテーブルに私も一緒に座って、ゆっくりとご飯食べながら皆さんと仲良くお話しできればなと思っております。人見知りの方でも全然大丈夫な雰囲気ですので、ぜひ参加希望者は下の詳しい情報を見てから参加予約をしてください。皆様のご予約待ってます。もう卵屋さんなんだよな。お知らせタイムありがとうございます。早速読み上げます。青木さんに私の悩みを解いてもらいたくこのメールを書いております。自分は男として生まれたのですが、小学2年の頃から自分の性に違和感を持ち、小学3年の頃から女装も始めました。しかし女装などをしてもただ一時の自己満にしかならず、年を重ねれば重ねるごとに女性になりたいと思う気持ちが強くなっていきます。今自分は高1なのですが、ちょうど1年前くらいにこのことを親にカミングアウトしました。しかし当然のことながら親はとても動揺し怒鳴られてしまい、1年経った今も自分の家に居場所がない状態になっています。しかし女性になりたいと言ってもやはり結婚して子供を授かりたいと思う気持ちも強く、なかなか女性に近づくことができません。もしこの子供を授かりたいという気持ちを押し殺して女性になることを決断するとなったら、多分親に何も相談しないで始めると思います。今この状況がとても辛く、何も手につかない状態です。少しでもいいのでアドバイスなど、どうしたらいいかなど教えてくれませんか、お願いします。なかなか悩んでますね。すごい読んで感じたのは、高校生の私とすごい似てますね。この子はカミングアウトしてから家に居場所がないという状況も私と同じです。高校生の時にカミングアウトしてから大学2年の家出するまで家に居場所を失ってしまい、本当に居づらくなって家出をしたんですけど、この方からの相談で私が言えるのは、2つを得ようとはしない方がいいと思います。要は自分の望む体で生きていきたい願望、そして子供を授かりたいという願望、2つを得ることは無理ですね。私もそう思っていたんですけど、やっぱり人生一度きりだから、男としてこの先生きていっても常にストレスを抱えて生きていくのであれば、子供を授かりたいという気持ちを捨てて自分の望む体で生きていこうと決めました。だって2つも取って生きていくなんて不可能でしょ。女として生きる選択であれば体を医療的に変えなきゃいけないから、自分のこの遺伝子をこの先残していくことはまあ不可能じゃないですか。だから本当にどっちかですよね。子供を授かりたいのであればホルモンをやめて、何か他の気持ちで自分の性に対する悩みを紛らわして生きていけば、まあそれも
ありだと思いますけど、この方はすごい性別について悩んでいるのであれば、もう答えは出てますよね。子供を授かりたいという気持ちを押し殺して女性になることを望んだ方が、この方の文章を読むと、まあ私は感じた個人的な考えですけど、女性として生きていく選択がいいんじゃないでしょうか。もう私は子供を自分の遺伝子で残していくことはもう諦めていますし、もう現在ホルモンしてるし、手術もしちゃったので子供を残すことは無理なんですけど、うん、なかなか似ている方ですね、私と。今回は性別に悩んでいる方のお悩み相談を私の個人的な言葉でお答えさせていただきました。このような質問、お悩み、リクエストなどは画面の下にある私の公式ホームページのお問い合わせ欄から送れます。ぜひ、今回の動画はここまでにさせていただきます。この後は私のディナーショーのお知らせ、告知でございます。最後まで見てね。出発進行。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は大事な大事なお知らせでございます。2月の26日日曜日のお昼の13時から青木かのんディナーショー1万人突破記念スペシャルをやらさせていただきます。パチパチ。当日の流れでございますが、前半の1時間30分は生演奏によるディナーショーをやらさせていただく予定でございます。そして後半には、2時間30分はファンの皆さんと私でお食事交流会でございます。会場は、ストリアさんという池袋西口の徒歩1分のところかな、下に詳しく書いてあるんですけど、テーブル席があって、その目の前にステージで、そこで私がお披露目をするということを前半にやって、後半は一緒にテーブルに座って皆さんとご飯を食べて仲良く交流するという企画でございます。ディナーショーは今回で2回目で、お食事交流会は5回目だ。毎回たくさんの、MTF さんもいらっしゃいますし、本当に様々な方いらっしゃいますね。で、年齢層は高めです。比較的30、40、50、60、70、80の方もいらっしゃいました。比較的年齢層高めで、ゆっくりとくつろぎながら楽しめると思っておりますので、ああちょっと行くの気が進まないなっていう方でも、ぜひぜひ来てください。当日はですね、私のディナーショーの前にちょっとしたスペシャルゲストを、お呼びしております。前座で15分間そのゲストの方にステージ上でパフォーマンスをしていただくんですけど、もしかしたら皆さんも知っている、テレビでちょこっと見たことあるかもしれない、キサラギリリアちゃんが来ます。なので前半1時間30分のディナーショーの前に15分間だけですが、リリアちゃんにパフォーマンスしていただいて、その後1時間30分ディナーショー、そして後半2時間30分お食事交流会という流れでございます。当日の費用は、5000円、税込み5000円でございます。イエーイ。料理は、ソフトドリンク、アルコール飲み放題、そして皆さんには洋食の、まあ、ピザとかいろいろあります、ワンプレートのものを食べていただくという形でございます。ラフな格好でお越しくださいね。ディナーショーと言っておりますが、私服で全然 OK でございます。参加の方法は画面の下にある私の所属事務所宛に
氏名と人数のみで OK でございます。参加フォームクリックして送信。今回はタイトルに1万人突破記念と書いてあるだけに、皆さんに嬉しいお知らせが丸々をできるかもしれませんので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんの参加お待ちしております。この青木かなおの YouTube チャンネル、これからも見たいという方は画面の下にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そして普段の日常は Twitter にてつぶやいております。更新情報などもいろいろ書いていますので、ぜひ画面の下のリンクから飛んでみてください。長くなりましたが、本日も最後まで見ていただけてとっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。